我が輩はポンである。動画は最後まで見てくださいね。最後にグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。おはようございます。今日からまた月曜日始まりますね。一週間の始まり。まあだけど今日ね、月曜からね、雨ということで、あ、暑さはマシかなみたいなね。朝から雨降ってますね、今日は大阪ね。それだけでもちょっとホッとするけど、まあ濡れんのも嫌やけどね、暑いのよりもマシかなみたいな。何日もね、暑いのが続いてたからね、ちょっとマシかなみたいな。ね、昨日はね、動画にもありましたように、ヨルプレイにもありましたように、アメリカからね、可愛いお友達が、可愛いお友達というかリスナーさんがね、来てくださってね、親子でね、ありがとうございました。ほんまにね、もう楽しい一日ね、過ごさせていただいて、ほんまにね、英語すごいよねと思ったね。ほら、みぎちゃん、もうやったかよ、みぎちゃん。分かってないね、これ。バルサスよ、もう出んちゃうか、みぎちゃん、ね。クリちゃんにすぐバルサスよ、もう。ペリちゃん、おいしかった。食べたか。ね、クリちゃん、美味しかったか。なあ、おいで、はい、よしよし。あ、何してんのクリちゃん、うん、よしよし。分かることないよ、ね、なかなか親も来んないからね、なかなかほんまに難しいね。はい、ねねちゃん、もうちょっと頑張って食べよう。うんこ今日用してたな、ねねちゃん、今日うんこ用意してたわな。あ、偉かった。姉ちゃん、姉ちゃん、な、偉かったよ。はい、エルマちゃん、エルマちゃん、おいで、ね、エルマちゃん。それと今日だよ、怖い。みぎちゃん、バルサしてあかんで。あんちゃんのご飯、あんちゃん、はい、あんちゃんです。それとみなこ、ミラちゃんもちょっと食べてるな、ね、それではベランダ、まあ明日やったかな、今日4日やったかな、明日ね、この室外機と、ここの室外機とね、これ棚がなくなるいうことで、なんか代用かなあかんか、いらんか、こいつを奥にしたらいいか、ほなここ通りやすいよね、あまり置かんでもええかね、ちょっとこれなくなったらだいぶちゃうかな、まあ、これをね、あれ配管やってもらいます。なだいぶ変わるんちゃうかな、ね、はい、グレーちゃん、グレーちゃん、まあここもちょっとずつね、ちょっと改造していきます ね、はい、ちゃう、ちゃう、うん、それでドラちゃん、ドラちゃんは晩だけね、ケージに入ってもって、今もう一回またね、入れるんやけどね、こう薬を飲まさなあかんからね、またちょっとどうなんかな、もう薬いらんのかな。はい、それとあれ、キキちゃん、最近花ちゃん、あ、もーちゃん、花ちゃんはどこ行った、どっかの、この辺に、あ、ここなんだ、花ちゃん、花ちゃん、もーちゃん来たら隠れよんね、ね、はい、もーちゃん、
ちゃん、ね、大丈夫よもーちゃん、こんな感じかな。ドラちゃん、ドラちゃんおいで、ね、外で出て気持ちいいんちゃうかな。こっちの方合うんちゃうかな。ドラちゃんに家よりなあ、どっちがいいん。ドラちゃん川みたいな、うん、ね、もうちゃん下どうどうで、はい、花ちゃん、ちょっと出といて、花ちゃん、ちょっと走って、最近怯えてるの、はい、花ちゃん、室外機がなくなったら、多分もう過ごしやすくなると思う。あの妊娠の子たちもね、明日一応予定はしてるんやけど、ね、6時から21時の間で、ね、室外機移動ね、ちょっと変わるでしょう、ね、今ね、今日明日で雨、まあ雨やけどね、あの作業する人も暑いよりは増しちゃうかなと思ったりね。さらちゃん、なんかいじめられたりしてんかな。おいで。ね、花ちゃんです。まだ食べてんね、あんちゃんとベリーちゃん。ね、食うことにはもうものすごくもうね、あ、なんか落としてんの。まあ、こんな感じで、ね、今週1週間、ね、皆さん暑いと思うけど、ね、頑張ってまた、ね、来週も、ね、向かいましょう。なんか変やけどね。はい、以上です。私たちの仲間が道路で亡くなっていたら、シャープ9910に連絡をお願いします。